世界最大級の宿泊予約サイトブッキングドットコムからの支払いが滞っているとして、宿泊施設を経営するオーナーらが損害賠償を求めて提訴しました。訴えを起こしたのは宿泊施設を経営するオーナーら11人です。オーナーらは今年7月以降、事前予約した客の宿泊費用がブッキングドットコムから支払われていないとして、 オランダにある本社と日本法人に対し合わせておよそ3600万円の損害賠償を求めています、はい、事業者さんにつきましてはもう給料の未払いが発生してしまったりとかあの解雇とかが発生したりとかもうこれ事業として存続ができなくなってしまいますので本当に大変な状況にありますブッキングドットコム側は訴状が届いていないのでコメントは差し控えるとしています